はい、次にこの手まり草を入れていきましょう。もうほぼこれはファンデーションワークです。はい、手まり草が入れ終わりました。次にこのリューカデンドロを入れていきます。はい、このような感じです。次にこのもうクリスマスといえばこの赤バラです。次にこのカラーをね入れてきます。カラーは上にちょっと立てる感じにしました今回はね。そうするとねこうカラーがこう出ていくとちょっとそこにね少しこう、まあ、僕の言い方で言うとついていく葉っぱが欲しいんですね。それがこういう葉っぱですね。これがね、割とアレンジメントを成功させるためのポイントになりますけど、この葉っぱのね、なんだろう、この付き方とかボリューム感とかで微妙にこう随分変わってきちゃうんです。そこ気をつけてください。このさじ加減が難しいです。少しここで色でね、アンスリウムを入れておきます。では最後にこちらのアンスリウムをもう一本入れて終わりにしたいと思います。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。でさっきねアンスリウムで終わりって言っちゃったんですけど、まあ、これよくあることなんですけど、もう一種類入れます。ユーフォルビアを足しましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今年のクリスマスアレンジメントです。まあ今年のクリスマスアレンジメントって言ってももう何度も出してますけど、まあね一番こう聖夜に近い日に出したアレンジメントになると思うんですけど、まあ僕のことなんでもしかするとクリスマスイブにこう出す可能性もありますね。あでもクリスマスイブはダメか。カトリック教会の装飾やってますもんね。まあ多分これが最後のクリスマスアレンジメントになるような気がします。ではですね、皆さんもぜひ作ってみてください。あとウェブレッスンのご登録してくださってる方で、結構待ってる方がいらっしゃるみたいなんですけれども、まあ、結構数が登録者の数が多いんで、1ヶ月2ヶ月に1回の登録になってます。なのでちょっとねこうまだなのっていうお問い合わせも多いんですけれどもお待ちください。で、まあ、実際のレッスンとウェブレッスンは全然違いますので、やっぱり本当に上手くなりたい方は実際のレッスン N フラワーデザインインターナショナルの支部でもこう本部でもいいので通ってください。よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。メリークリスマス。はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。結構ねまあめんどくさいっていう方もいらっしゃると思いますけど、まあ、やり方わからないっていう方も実際いらっしゃると思いますけど、ここ
をクリックしてください。それでチャンネル登録お願いします。割とね、やっぱりチャンネル登録者の数で評価されてしまう部分もこの YouTube とありますので、ぜひよろしくお願いします。ではお待ちしております。